アラスカの売却に関するロシア皇帝アレクサンドル2世の批准書。このページに署名はない。アラスカ購入、またはアラスカの売却とは、1867年にアメリカ合衆国とロシア帝国の両政府間で行われた取引であり、その結果として、ロシアの植民地であったアラスカをアメリカ合衆国が買い取ることになった。ロシア人は18世紀末から、 毛皮獣の狩猟や交易のために、露米会社を設立して、北アメリカ大陸太平洋岸一帯に進出しており、一部はカリフォルニア州にまで達していた。その後、1853年から1856年にかけてのクリミア戦争によって大打撃を被り、経済的に疲弊した上に、毛皮獣の枯渇が進み、アラスカの植民地経営が行き詰まるようになった。 そのため、ロシアはアラスカを売却することにしたが、クリミア戦争でも敵対したイギリスに売却することを避け、アメリカ合衆国を取引の相手に選んだ。ロシアは1859年にアメリカに売却意向を打診していたが、南北戦争の影響もあり、その時点での進展はなかった。1867年3月、ロシア皇帝アレクサンドル2世は、在米外交官、 エドワルトデストケルに命じ、アメリカ合衆国国務長官ウィリアム・ H ・スワードと交渉を行わせた。その結果、3月30日午前4時にアメリカがアラスカをロシアから購入する条約が調印された。購入価格は720万 US ドルで、面積単価は約2セント、とエーカーだった。アラスカ購入に使用された額面720万 US ドルの小切手、 この条約は4月9日にアメリカ合衆国上院で批准されたものの当初スワードは巨大な保冷庫を購入したなどとアメリカ国民に非難された。しかし1896年にはアラスカで近郊が発見されるなど資源の宝庫であることが判明したほか軍事上においてもアラスカの位置がベーリング海峡や北極海を挟んで ロシアや日本と直接国境を接することから、特に第二次世界大戦では、日本と冷戦期では、ソ連との間で発生した軍事衝突では、極めて重要な役割を果たすなど、スワードのアラスカ購入に関する評価は上がっている。現在、アラスカ州では、アラスカ購入に関して2つの記念日が設けられている。一つは10月18日で、 アラスカのフォート市とかで領土異常式が取り行われ、アラスカが名実ともにアメリカ領になった1867年10月18日に基づく。もう一つは、そのおよそ半年前、ロシアとアメリカ購入の条約調印に臨んだ国務長官を記念するスワードデーである。日付は条約調印が行われた同年3月30日に、ちなみ、 3月の最終月曜日に制定されている。一方、アラスカを放棄したロシア帝国は、毛皮の代わりに、綿織物の材料となる綿花に注目したため、ロシアは関心をアラスカから中央アジアに向けた。その結果、ロシアは、東トルキスタンへの支配を強めつつあった中国と、中央アジアで衝突を起こすことになった。ありがとうございます。